さあ続きましてはおうちでちょこっと LINE のコーナーです。地域で活躍する講師が生活を豊かにするさまざまな豆知識を教えてくださいます。今日はおうちでピラティス編2回目です。それではご覧ください。今回教えてくれる講師は旭区二俣川にあるピラティスステーションライト代表の浜田秀明さんです。 PHI ピラティスジャパンのマスタートレーナーとして指導者を育成、運動初心者からプロアスリートまで幅広い指導実績があり、現在もさまざまなクライアントのサポートを行っています。皆さんこんにちは、ピラティスステーションライト浜田でございます。マリエです。皆さんよろしくお願いいたします。さて皆さん、お家でピラティスを体験してみていかがでしたか？体が動きやすくなりましたか？今回はピラティスのステップアップ、前回よりも少しだけレベルの高いエクササイズにはなりますが、無理のない範囲でやってみてください。それではお家でちょこっとライ。まずはリバースプランクというエクササイズになります。体がこう板のようになるというプランクポジション、こちらの逆サイドのバージョンになりますので、両手をお尻の横にタッチしたところからスタートしていきます。今の手の位置から手のひら1枚分ぐらい後ろに手をさらに置いていきます。手のひらで床をしっかりと押し込んで、目線は少し斜めを見ておきましょう。ただ顎が上がりすぎないように注意してください。この斜めの方向を見た状態で、お腹を丸め込むブリッジの動きに近いお尻のアップです、はい、お尻、胸の位置を少し高い位置に持っていって、はい、息を大きく吸ったら吐く息でまっすぐお尻を下ろしていきましょう。鼻から息を吸って吐く息で骨盤を少しずつ傾けて、おへそを引っ込めたら両足で、そして両手でお尻持ち上げていきます。でこのポジションが取れる方は足を片方浮かしていきます。足を下ろし、片方の足を持ち上げていきます。呼吸止めないように足を下ろしたら、まっすぐお尻を下ろしていきましょう。回数の目安としては、お尻の位置をアップダウンする動きだけを3回ぐらいまずやっていただいたら、またお尻を上げて片足ずつ、これはもう1回だけでも構いませんので、まずはチャレンジしてみてください。今のエクササイズで足が伸びているこの状態が、お尻がちょっと持ち上げるのがきついという方は、膝を曲げたバリエーションがありますので、そちらの方を紹介していきます。両膝を曲げている状態ですね。この状態で手を後ろに1枚置いていきましょう。肘を優しく伸ばしながら斜め前方を見ていきます。お腹を丸めながら両手両足で体を支えて、少しずつお尻を持ち上げてきた時に、体の面が床と平行に近い形をなるべく目指していきましょう。これまっすぐお尻を落として終わります。膝が出すぎないようにちょっと注意をしていきます。お腹を丸めてアップ、できれば肩の真下に手、お膝の真下にかかとが来るようなイメージ。頑張れる方はここから右足を90度、骨盤動かないように足を下ろしていきます。膝を動かさずに逆足キープ、足を下ろし、まっすぐお尻の位置を元の位置に戻します。はい、次の動きは、肘を使った床にタッチした、プランクという体のまっすぐなポジションのまま、お尻を持ち上げるサイドプランクという動きになります。肘を床にタッチした状態のまま、上の手を弧を描くように横に広げていって、少しずつ右の肘と下の足、
こちらを使ってお尻を持ち上げていきます。小さく、10センチぐらいですかね、お尻が上がったらまずはお尻の位置を戻していきます。鼻から息を吸って吐く息で肘膝を床にしっかり押さえつけてお尻を持ち上げましょう。はい、呼吸止まらないように戻していきましょう。片側、3回から5回ぐらい、まずは頑張れるようにしてみてください。動かしているときに、腕の位置がこうぐらついたりしないように注意しましょう。では反対もやってみましょう。逆サイドの肘を置いて上の手を横に広げ、お尻を持ち上げていきます。背骨まっすぐに伸ばしてそのままお尻の位置を元の位置、息を大きく吸い吐く息でお尻を持ち上げてお尻下げていきます。常に指先遠くに引っ張られているようなイメージでお尻も持ち上げていきましょう。はい、さらに、脇腹だけではなく、お尻周りを両サイド鍛えたい方は次の動きやっていきたいと思います。まず肘の位置、足の位置は、安定させてですね、お尻の位置を手を横に広げながら持ち上げていきます。はい、この状態から上の手を腰にタッチ、これ骨盤が揺れないように意識しましょう。このまま上の足を外側に少しずつ開いていきます。かかとを支点に開いて膝を元の位置へ戻していきます。骨盤が動かないように膝を外に開いて足の位置を元の位置へ、背骨の位置まっすぐキープしたまま膝を開きましょう。下ろしていきます。お尻も元の位置へ戻しましょう。はい、これも3回から5回、片方やったら逆サイドいきます。はい、肩の真下に肘を置いて両膝を曲げて膝は少し前です。お尻の位置、手を横に広げながら上げていきましょう。で、ある程度のところまでストップしたら手を腰に置き、この位置が動かないように膝を外に少しずつ広げていって膝の位置を戻す、開いて、この時のお尻が結構動きやすいので気をつけていきましょう。膝を開く、戻していく、はい、下ろしていきましょう。いかがでしたか。このエクササイズを毎日無理のないく行うことで胸が開いたりお腹が強くなっていきます。姿勢が良くなりますよ。ぜひ皆さんもピラティスを生活の一部に取り入れてみてください。無理なくできて、しかも気持ちがいいっていうのはありがたいですよね。うんうん、そうですね。どうしてもあのコートとかあのそうそう防寒具着ると重くてあの 筋肉使いますよね。肩こり、ね、だからそこがこう胸がこう開いてくれると気持ちもまたね、うん、広がりますからね。そしてあの浜田さんとかマリエさんみたいなスタイル、シュッとしたスタイルになれたらもう最高ですよね。憧れますね。じゃあちょっとお店のご紹介もしておきましょう。はい、ピラティスステーションライトは相鉄線二俣川駅の目の前にあります。マットでのピラティスのほかマシンを使ったピラティスもありますよ。携帯もマントゥーマンからグループレッスンまで、そしてお得な体験レッスンもあります。ピラティスについてもっと知りたい方、ピラティスステーションライトまでどうぞお問い合わせください。以上、おうちでちょこっとラインのコーナーでした。チャンネル登録もお待ちしております。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。